こんにちは、タカラタクトです。さあ、本日も仮想通貨の動画を撮っていきます。タイトルがですね、リップルが独走、仮想通貨格付けランキングが発表、ね、ということでタイトルですが、ウェイスレーティング社のですね、仮想通貨の格付けが更新されたんですね。でなんとですね、XRP、我らが XRP が初の単独首位を獲得しました。イエイという感じですね。今回のね、格付けはまとめてみたいんですけれども、前回のね、格付けの時もまとめさせていただいたんですが、まあ、その時はね、まあ、ちょっと仮想通貨の市場がね、もうこう暴落して、うわ、どうしようっていうような感じでしたのでね、まあ、この格付けはですね、まあ、あくまで、このウェイスレーティング社のね、観点から見たものではありますけれどもね、この、やはり、なんですかね、世界的に、すごく注目されている格付けになっておりますのでね、まあ、これを機に、この格付けをね、少しこう参考、投資の参考にしていただけるのではないかなと思いますのでね、まとめてみました。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。さあ、そもそもね、ウェイスレーティング社とは何ぞやということですが、ウェイスレーティング社はですね、1971年創業で株式や金融機関、仮想通貨などの格付けを行う世界有数のアメリカのね、格付け企業ですね。はい。こちら実際に、ウェイスレーティング社、調べてみてください。11月1日にですね、仮想通貨の評価を改めて更新、しました。さあ、その中でですね、このウェイスレーティング社の、格付けの基準っていうのがあるんですけれども、ここですね、格付けの基準についてですが、まず基準が、まず1つ目、価格のリスク数、指数ですね、リスク指数。そして2つ目、投資リターンのポテンシャルですね。そしてブロックチェーン技術。はい、4番目、通貨の採用状況。はい、そして5番目、セキュリティですね。そして6番目、その他要因ということで、まあ、それぞれ一つ一つ説明するというよりはね、この、文字を見ていただいて、なんとなくイメージできる部分がありますよね。これらを総合して格付けの基準にしているということですね。はい。まあ、大事なのは、全て大事ですけれどもね。はい。まあ、やっぱり1、2、3。そうですね。まあ、その他要因っていうのは結構大きいなと思うんですけれどもね。はい。で、この格付けの評価の内容ですけれども、A が Excellent ですね。そして B が Good。そして C が Fair ですね。まあ、今回 D と E は、出しておりませんので、まあ、あまり気にする必要はないですね。で、このウェイスレーティング社がね、公開する格付けの基準で言いますと、B ランクというのは、Good に該当するということで、まあ、高評価であるとされているということですね。はい。さあ、それでは、気になる格付けを発表したいと思います。ドロ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 ドダン。A 評価、残念ながらなしです。今回 A 評価ね、なしです。確か前回もなかったような気がするんですけれども、なかなかね、エクセレント、出にくいものでしょうね。はい。さあ、それでは早速 B 評価いってみます。ドン。はい、我らが、XRP がね、B 評価に入りました。おめでとうございます。ちなみにこの XRP、のみです。B 評価ですね。で、ちなみに前回はですね、B マイナスでした。ですので、1段階評価が上がったということです。しかも、今回は XRP のみが B 評価ということですね。まあ、ここは本当に、明るいニュースというか、実用化に向けたニュースというのが非常に大きいかと思っておりますし、まあ、今後もね、期待値、がすごく高いのかなと思います。で、格付けね、基準である、まあ、その6つのね、この基準がありましたけれどもね、それぞれ、ね、高い数字を弾き出したのかなというふうに考えております。やりましたね、リップル。おめでとうございます。さあ、それでは B マイナスを見ていくんですけれども、ドドンと。はい、EOS ですね。前回 B マイナスからの、まあ、変わらずという立ち位置です。そして XLM、ステラですね。前回は C プラスですので、格付け上がっております。はい。ADA ですね。ADA 前回も B マイナスで変わらずということですね。で、この HOT、初めて聞いたんですけどもね、ホロというものが初めてね、こう入って、おりまして、まあ、どういう通貨なのかちょっと調べてみたんですね。このホロというものはですね、分散化された、インターネットコンピューティングサービスを構築することを目的としているそうです。ぜひこれは調べてみてください。簡単に言うとですね、イーサリアムのような、プラットフォームを提供しまして、例えば DApps などを作ることができるようになっているらしいんですね。はい。
ですので、まあ、プラットフォーム系の、通貨ですのでね、まあ、今後活躍は期待されるのかなというふうに考えております。で、コンセプトは非常にイーサリアムに似ているんですけれども、決定的な違いがあるようでして、それは、このホロがですね、ブロックチェーンではないという点。何それって感じですよね。ですけれども、これ実際、調べてみてくださいね。僕もパッと、情報を仕入れてみて、ああ、ちょっと投資するのも面白いかなという感じで、今、現時点もね、価格自体は、すみません、ちょっと、さっきパッと見だったのでね、1円ぐらい、日本円ですると1円ぐらいなのかなっていう感じでしたので、投資しやすいのかなというふうに考えています。ここでね、格付けされたことでね、若干値を上げているような雰囲気もありましたけれどもね、今後ちょっと注目してみたいと思います。それでは、以下ですね、C プラス評価の方をちょっとパパッといってみたいと思います。C プラス評価、ビットコインとイーサリアム、この2つはですね、前回もですね、C プラスだったと思うんですね。はい。ですので、今回も横並びということですね。まあ、ビットコイン、イーサリアム、ちょっとイーサリアムもね、まあ、今後、いろいろとプロジェクト控えてますけれども、まあ、どういうふうにね、起死回生してくれるかという部分ですけど、僕は期待しております。はい。ビットコインはね、まあ、これからまだまだ、本当にいろいろなことをね、こう、改善がね、期待されている中で、まあ、基軸通貨として、ね、仮想通貨の中で、君臨していくには、ことには間違いないとは考えています。はい。あと、トロンですね。トロン、ダッシュ、ネオ、お店号ですね。あと、リグレット。これもね、僕は初めて聞きましたけれどもね。あと、ビットシェアーズ。はい。そして、アイコン、スチーム、そして、ウェーブス、はい、コモド、そして、アーク、ピブックス。まあ、上記の14種類がね、C プラス評価となっております。はい。さあ、それではまとめていきたいと思います。今回のね、格付けはね、XRP 一強となりましたね。単独首位独走という感じですね。はい。まあ、これがあったからといって、その価格がすぐどうこうっていうような形ではないかと思うんですけれど、ね、まあ、今このいいタイミングでちょうどこの格付け、11月1日ですね、発表されておりますので、まあ、それはそれで、好材料と僕は見ています。まあ、今ね、最も実用化とプロジェクトの進捗が期待されている証なのかなというふうに考えています。ただ、まあ、B- でも個人的に期待している通貨はね、あるんですね。ですので、まあ、それぞれ見定めて、ぜひね、投資してみてはいかがでしょうかね。まあ、仮想通貨に限らず、まあ、株ですとかね、いろんな、投資案件、商品ありますけれども、まあ、本当にね、その目に見えない部分っていうものもありますし、現在の価格よりも、本当に将来性ですとかね、そういったものっていうのは、実は目に見えないところも算定していく部分がね、非常に重要なのかなというふうに考えています。仮想通貨の場合ですと、まあ、世界的にニーズがあるのか、ね、限定されたところに特化しているものではなく、本当に老若男女、世代を問わず、世界中人種、国境を越えて、使われるものなのか、人々にとって、ね、役に立つものなのか、そしてそれは資本主義の、ね、歪みを正してくれるものなのか、そういったところも含めていかなければなかなかね、見定めることって難しいですよね。今現在の価格よりももちろん時価総額で考えた方がいいですし、まあ、プロジェクトの進捗状況とかね、その開発状況とかも必要見ることはもちろん大事なんですけれども、そこは目に見える情報であって、まあ、その先ですよね、未来にどういった付加価値を持ってくるのかっていう部分を、まあ、予測して投資するというね、部分が非常に大事ですので、そこの見定めっていうのは、やはりそれぞれ学んでいかないとですね、まあ僕もまだまだ本当に仮想通貨投資1年経ってないわけなので、まだまだ本当に足りない部分がたくさんありますからね。ただ勉強すればどんどん分かるようになってきますしね、学びを深めていけばですね、何かしら、きっとね、プラスになりますからね。はい。ぜひ、学びを深めていきましょう。さあ、それではね、仮想通貨、ですとかね、まあ、投資全般におけるマインドを確立したい。そして仮想通貨のための余剰資金を作りたい。ネットビジネスや投資で短期間で月収7桁達成したい。自分の好きなことで収入を得たい。個別コンサルで本気で、ね、人生を変えたい。これ、タカラトクトの個別コンサルです。そういった方は、タカラトクト LINE アットですね、アットマーク小文字の XJQ 数字の9026小文字の A、アットマークを入れて ID 検索をしてください。はい。まあ、僕自身もね、最近ではビットコインキャッシュの方をね、仕込んで、
まあ、ちょっと、まあ、今利益が出ていますし、まあ、そこはね、本当にこの1年通して、前回のハードフォークの際に学んだね、ビットコインキャッシュの値上がりのね、時期とかそういったものも、あの動画で、あの、ちょっと前に話して、6月ぐらいに話してはいたんですけれどもね、それが、今回、ドンピシャ、ハマって、まあ、それをね、前もってお伝えする自信はちょっとなかったんですけれどもね、やっぱりこう1年近く、こう投資やってみて、トレードにチャレンジしたりとかね、実はある通貨ですごく、吸っちゃったことも溶かしたこともあるんですけどね、それはちょっとこの動画で撮りたいと思うんですけど、僕自身もやっぱり実践とね、学びと実践をとにかく怪我をしながらね、少しずつ力をつけているっていうのは、段階なので、本当にもうね、何の才能もないしょうもない人間なんですよ、僕なんて。はい。ですけど、やはりね、日々ね、継続することで大きな力がね、生まれてくるっていうのはすごく、今手応えとして感じていますので、あとはまあネットビジネスが僕はメインで、まあトレーダーではないんですけれどもね、いずれトレーダーとしての力もどんどんつけていく、つもりですし、日々勉強しておりますし、ネットビジネスに関してもですね、情報配信だけではなくて、本当にあなたが自分で好きなことでね、収入を得る方法っていうのはたくさんあるんですよ。動画配信でもいいですしね、もう、TikTok なんかでもいいですよ。はい。とにかく、それをマネタイズ、そのお金に変える力、お金に変える知恵っていうのはね、必ずありますから、まあそういった意味でね、自分の好きなことを、貫き通した人がね、今後は生きていきますから、ね、ネット社会になっていきますからね。はい。そういった部分でも、ぜひね、情報欲しいという方、なんかコンサル受けたい、もしくはね、通話相談も全然 OK ですので、そういったところでね、ぜひご連絡いただければ、何か少しでも力になれるかなと思います。はい。それで今回、格付けのね、動画をお届けしていきましたけれども、一つ、投資のね、判断材料になれば幸いです。共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。